美味しそうなカレーうどん実はこのカレーうどんに使われているルーは鳥取県南部町で作られている商品です鳥取県南部町にあるグリコの工場こちらで作られているこのカレールーを使って町おこしをしようと南部町は考えました南部町にはおよそ50年前から大手食品メーカー江崎グリコの工場があります 今この工場で作られているのがプレミアム塾カレー全国販売している商品は全てがこの工場で作られています南部町と観光協会はそこに目をつけました全国柿の種吹き飛ばし大会は中止になりました それに代わる何か新しいイベントを思いつきたいなと思っていたらグリコの鳥取工場があるなということになってカレーのルーを提供していただいてこのようなイベントを開催することになりました題して、オリジナルカレー巡り in 南部町,町内にある6つの飲食店がそれぞれグリコのルーを使ったオリジナルカレーを開発し販売。 また新型コロナで打撃を受ける店を支援しようと1000円で2000円分使えるカレーの食事券も用意しました。こちらは参加店の一つヤ場バそばにあるオアシスです。まあ今だいぶあの良くなってきたんですけど、まあちょっとまだやっぱり夜が少ないですね。じゃあここにカレーということで。うん、ですねカレーで頑張ろうと。 山本代表が作ったオリジナルカレーはカレー肉味噌うどつおや昆布など魚介のだしにグリコの辛口ルーと赤味噌を溶かしピリ辛に仕上げましたうんうん結構ピリ辛ひき肉が大きめなのでゴロンとしていて食感もしっかりあります。ちゃんと輪を感じる そんなお味ですね。美味しいです、これ。まあこのカレーでみんなが元気になれば一番いいかなと思ってます。カレールーを提供するグリコも地域の盛り上がりとカレールーの認知度アップに期待しています。 飲食店さんがしっかりとあのにぎわいを取り戻すっていうのがまず第一ですねで、それにプラス、えー、そこで食べた熟カレーが、ああ、熟カレーっておいしいやんと、えー、また自分たちでも買って食べようかなっていうのは、我々の方の、えー、そういう購買にもつながればなと思ってますので、えー、そういうところも一部は期待しておりますやっぱり家庭で作るあのカレーとは違って、お店が作られるっていうようなカレーをぜひ皆さん、召し上がっていただけたらなというふうに思っています。 南部町生まれのルーを使った6つの店のオリジナルカレーがお得に味わえるイベントは来年2月末までです。